Introduction to Officer Tonics, Step 3. Roll Slinger. One Hand Sonic. 片手で行うスーパーソニック。ワンハンドオーバーザホールと同様なスタート方法をしてそのまま回転させる。リングの中に親指を入れても入れなくてもよい。両手でできるように練習あるのみ。デッドマンズカー。横のオーバーザホールとローラーコースターを素早く組み合わせたトリック。ポイントは初めの横向きオーバーザホールをいかに素早く行いビーズに勢いをつけるかがコツだ。ビーズが一回転し終わった後つかみ直して一瞬ローラーコースターのような体勢に持ち直しザ・ジターの状態に戻す。アドレナリン。体正面で行う横のスーパーソニック。ハーフバタフライから入りリングを正面に持ってきた後片方の手をリング右側に片方をリング真下に添える。あとは両手をリズミカルに動かしビーズを高速回転させよう。アドレナリン習得の近道はペンダラムを連続してできることをマスターすることだ。ライジングサウンド。リングを逆回転させながら正面でエアリアルを行うトリック。リングをぶれないように投げることがポイントだ。ザ・ジターの状態からリングを少し斜めにしながらこの位置をつかむ。次に上に向かってリングに毎回転が加わるように投げよう。キャッチするときにはザ・ジターの時とは逆回転になっているので要注意。オーバーザトップ。背中から肩越しに投げるトリック。このビデオの場合トリックの入り方は180から入っているがインバージョンからでも OK。 最初にリングの回転が逆になるように握る。シングルエアリアル同様手首の返しでリングを後ろから投げ上げる。リングが肩を越えて投げる時の位置に落ちてきたらキャッチ。この時リングは逆回転になっているので注意しよう。ポイントは投げる時の手首の返しの強さだ。強弱のコツをつかもう。トーネード。竜巻のようにリングを横回転させるトーリング。ポイントは回転させる前のビーズの位置。斜め45度が一番やりやすい。熟練により3回転以上も夢ではない。リングを逆回転の状態にし向かって左回りに1回転させる。この時リングを手の甲へ半回転させ手のひらに戻ってくるようにする。キャッチの方法はいろいろあるがビーズが止まらなければ OK だ。ダウンスリンガー。両手を使うトリックでプロスリンガーの代表的トリック。ポイントは最初に手を入れ替える時の手の入れ方とリングの回し方、そして最後のキャッチを成功させるためのビーズの位置だ。まずハーフバタフライから入り手をリングの中に入れ横のアドレナリンを行う状態にする。次に手を入れ替えワンハンドオーバーザフォール、そして腰にリングが落ちるようにシングルエアリアル、最後に反対の手でキャッチ。とにかく横で行うアドレナリンを徹底練習しよう。サンセットフリップ。ライジングサンとオーバーザトップの連続トリック。このビデオのように流れるようなプレイスタイルが要求される。
ライジングサンからオーバーザトップに移る際、スムーズに行くようリングの落下位置とビーズの位置をコントロールできるように練習しよう。リングが回転しながら腕を上って降りていくダイナミックなトリック。ポイントは腕の絡ませ方とリング回転数の調整。インバージョンから入り、2回目のインバージョンで手首のあたりにリングをぶつけてリングに腕を通す。自然に上がってくるリングを腕を下ろして手元に戻す。キャッチはリングが手から離れたタイミングで。ビーズの進行方向を確認しながら行おう。バックバーナー。最後を締めくくるのは連続トリックのバックバーナーだ。ポイントはキャッチをビーズが斜め手前の時に行うこと。見ての通りサンセットフリップとオーバーザトップを繰り返し行うトリックだ。とにかくサンセットフリップとオーバーザトップをマスターしてひたすら練習あるのみ。 For best performance, be sure to keep your jitter rings clean. The large main rings as well as the five brass rings. By slipping the towel through the rings like this. Be sure to maintain your jitter rings after each play.